おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1487です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後方にも言ったと思いますけど、今回は SH フィギュアーズ、こちらね、紹介したいと思います。こちらのシリーズですけど、過去に3回紹介しているかな？そちらの続きものという形になっております。はい、それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、 SH フィギュアーズのキュアパルフェ、こちらの方ね紹介していきたいと思います。今こちら見えてる面っていうのが、こちらにね書いてあるという伝票貼り位置ということで、ここのところに伝票をベタッと貼られてしまう面という形になっております。なのでこういうふうにね、綺麗に箱を取っておきたい方は、同じものを2個買っておまとめ、または別な商品とね一気にまとめて、先ほども言った通りおまとめ発送ですね。そうすると大きい箱に入れて送ってくれるんで、こういうふうに箱もね綺麗に取っておくこともできますし、雨とか冬の時期になってくると、今度雪とかね、そういうのがこの隙間に入って中の箱がねダメになったりとかいう危険がなくなってくるので、一応おまとめの方がおすすめだと思います。でさらに反対側を見るとこういう感じですね。 SH フィギュアーズ魂ウェブ商店キュアパルフェ、こういう風に書いております。はい、こういう箱ですね。こちらの輸送箱に関しましては、今まで紹介してきた魂ウェブ商店のものと基本的に同じ構造という風になっております。はい、ということで早速ですね、これ開けていきたいと思いますが、ここの部分のテープ、これだけカットしてあります。はい、では行きます。レッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。 SH フィギュアーズの魂ウェブ商店キュアパルフェ、ドキドキプリキュアアラモードからの登場という形になっておりますけど、こちらの写真とこれ何が違うかというと、多分中で前髪が外れてるんですね。こんな感じになっております。というのもですね、輸送箱とこちらの今の外箱、これがですねかなりビチビチになってまして、手も入らず抜けなかったんで、こう上下に振ったことによって多分抜けたんだと思いますんで、逆さにしてね、ちょっと時間例えばスーッと抜けてくる可能性がありますけど、一応ね下手に振るとこんな感じで中で外れてしまうので、ちょっと注意という形になります。でここのところに微妙にね支柱が見えたりとか、この辺に小物がちょっとあったりとかするので、まあこれに関しては後で紹介していきたいと思います。でここのところにキラキラシールですね、これに関しましては以前紹介しましたセイントクロスマイスのペガサス星やリバイバル版、あちらからこの辺ね正規品ですよみたいな証明のシールがねこういう風につくようになりました。で側面がこんな感じ、裏がこういう形ですね。一応こういう風なエフェクトパーツがあるんですけど、果たしてどんな感じなのかなっていうのがちょっと気になると。この形と多分こちらで持ってる形はちょっと違うので、中に鉄線かなんかが入ってて自由に曲げられる、そういうタイプなのかもしれないですね。でここのところにある表情パーツが一応3つ入ってるみたいなので、まあこういう風に切り替えることができますよという形で、でここのところにスイーツパクトとレインボーリボンが付属っていうのが、これですね、レインボーリボンで、これがスイーツパクトという形になっております。でさらに反対側がこういう感じ、そして上と下というふうになっております。はい、ということで早速ですね、こちら横から開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。キュアパルフェ本体と公開の表情パーツ、支柱ですね。で公開の手首パーツとクリップパーツ、ここのところにレインボーリボン、ここにスイーツパクトというふうに収まっております。で裏のところを見ますと、ここのところに台座が下のところに入ってますよと。でここのところですね、もう一個リング状になってますけど、こちらがリボンパーツということになってますね。はい、これに関しては後でちょっとやっていきたいと思いますので、まずこちらですね、このケースからパーツ一式ザラッと準備していきたいと思います。はい、箱から出したのがこの状態となります。いつものベースと、いつもの支柱と、いつものクリップパーツ、こちら台座に関しましてはこういう風にキュアパルフェという風に印刷されております。そして支柱ですけど、こういうタイプですね、こちらの部分とこちらの部分の長さが違うよということで、まあ、低身長のものに対応したそういうような支柱になっております。そしてこちらリボンパーツですね、これが2つ重なってましたので、こういう風に2つ入っておりました。で表情パーツが3つ、こちらがレインボーリボンの、まあ、グリップパーツとかね、こういうやつがありますよ。こちらがスイーツパクトですね。で、ここへの手首パーツ一式と、キュアパルフェ本体というふうになっております。そして説明書の方がボーンとこういうふうにありまして、これですね、先ほど言った内容がここに載ってますよと。そしてまあ手首の種類もこうありまして、こちらですね、可動箇所とか、あと擦れ注意とかね、その辺の注意ポイントがですね、ここに載っております。こちらがスタンドの使い方ですね。で、あとこちら、共通のスイーツパクトの持たせ方とか、こちらですね、レインボーリボンの持たせ方、先端部分ですね、ここのところに差し込んでこうやってやりますよというやり方が載っております。はい、一応こんな感じですね。こちらに間違いなくレインボーリボン用リボンパーツ2個と、で1個は予備というふうに書いてありますので、2つ入っているので間違いないという形になっております。裏は真っ白という感じです。はい、ということで早速ですね、パーツ式手前の方にざっと寄せてしまいまして、よっこいしょいと、こちらキュアパルフェ
稼働範囲いきたいと思いますが、ちょっと片方跳ね下がってましたね。はい、一応こんな感じなので、この状態で回していきたいと思います。ぐるっと回すとこういう形となっております。ちょっと、はい、スカートの部分がここですね、緑、黄色、オレンジ、赤、水色、まあ青系かなって感じで、こういう風にね、7色になってるのかな。 1,2,3,4,5,6、 あともう一色あるはずだなと思いますけど、まあこんな感じの配色になっております。で、一つ気になったポイントとしましては、まずこちら、こう動かすとわかるかな、微妙に。ここですね、ゆるゆるなんですよ。かなりゆるくてですね、簡単にくるんと回ってしまうぐらいゆるいんで、ね、まあこう見ていただくとわかるかな。はい、これぐらいゆるいです。もうちょっと粘りがあるっていうかね、もうちょっときついタイプだったらよかったかなっていうのと、あと足回りですね、これ後で可動範囲やりますけど、ここもかなりゆるいです。フラフラに近いぐらいなんで、もうちょっと粘りある硬いやつだったらよかったかなって感じですね。はい、ということで早速可動範囲いきたいと思いますが、まず頭部ですね、左右は、まあ、とりあえずこの状態でやるとこういう風にね、羽に干渉してしまうので、こういう風にこれぐらいしか動きませんが、後ろ髪パーツ、ここの部分が根元でこうやって動かすことができるんで、跳ね上げることもできます。根元の部分は多分ジョイントなのかボールなのかちょっとはっきり見えないんで分かんないんですけど、もう一度ここで跳ね上げることができますよと。で、中は中空になってるんでかなり軽いですね。で、根元のこちらの部分ごとでグッとひねったりとかはできないので、こちらの中での可動と、まあ、ひねりとかね、跳ね上げ、そういう風になっておりますので、後ろの方にグッと跳ね上げてあげると、こういう風に先ほど干渉してた跳ねパーツをしっかり回避することができるという感じになってます。で、これが上です。で、下という感じになってますんで、上方向はかなり狭いかなって感じがしますけどね、まあこんな感じですよと。こちらの後ろ髪、これがね、大きく動かせるのはかなり良かったと思います。ただだんだん劣化してくると、根元のジョイントがね、緩くなってしまうと今の保持ができなくなってしまうと思いますんで、そこだけちょっと注意だと思います。で、羽ですね、こちらもちょっと緩めです。ちょっと触っただけでこう下に下がったりとかするんで、もうちょっと渋い方がいいかなっていう感じですけどね。まあこれ形状固定でこうやって止まってるわけではなくて、多少こう下に下げたりとか上げたりとかで、こういう風に調整できるのはとても良かったと思います。で、次に腕ですね。まずこの状態でいくとこういう感じ。肩っていうか、ここのパーツも、あ、この接続点で止まってるわけではないですね。固定ではないんで、稼働させることができるんで、一応腕の動きに合わせて調整することができるという形ですね。うん、これはこれでいいですね。で、説明書の方ではこちら、引き出し機構ありとなってますんで、あ、いいですね。こういう風に引き出すことができますよ。これ、今までのタイプと違って、引き出した後のボディ側ですね、こちら側の受けジョイントが見えないような構造になっているので、これはとてもいいですね。引き出した後のやつもスタイルとしては結構いい部類になると思うので、これ今後採用していただきたいですね。で、ジョイントのここのところでロールできます。肘の可動はこんな感じですね、まあ、90度より曲がっております。で、あと手首ですね、これは従来と同じくここにジョイント入ってますので、こういう風に可動させることができますよ。はい。で、肩周り、左にはありましたけど、これは位置調整というかね、多少動き調整できるんでいいんですけど、こういう風にね、左右でちょっと違いはありますけど、問題なく動かせるっていうのはとてもいいですね。で、ボディは先ほど言った通り、ここでのひねりですよと。これがとてつもなく緩いんで、もうちょっと渋い方がいいかなと。で、根元がこういう風にボールジョイントになってるんで、ここのところ可能だったら一回パチンと抜いてあげて、なんか渋くなるね、対策してあげた方が遊びやすくなると思います。で、スカート、こちら前面部分でこういう風に多少動かすことができますよ。こちら尻尾部分ですね、これもボールジョイントでこれグリグリ動かすことができます。足に関しては限界ですね、これが左右限界、前後もこんな感じですね。まあどうしてもスカートがこれ固定っていうかね、硬いものになってるんで、ここの内側のこの中での可動範囲という形になってますね。一応もものロールが根元のジョイントのこことですね、接続部分でしか動かせませんよ。足はこういう風にここまで曲げることができます。あと足首ですね、ここのところジョイント式になっているので、ここでグリグリ動かすことができるという形です。関節に関しては従来とね、同じようなものを使っているので問題なく動かすことができますが、どうしてもね、スカートがこう張り出しているとかね、そういうような感じになっているんで、腕をまっすぐに下ろせないっていう、そういうものにはなっておりますが、造形自体はもう悪くないんじゃないかな。塗装のはみ出しとかもないですね、とてもいいと思います。ただ腰ですね、ここが非常に緩いのと、股関節ですね、ここも緩いんで、もうちょっと渋かったらよかったかなっていうのがありましたと。あとはまあ髪の毛ですね、こちら中空になってて、上に跳ね上げてもとりあえず今のところ形状固定ができるっていうのもとても良かったと思います。あと一番はここの引き出し機構ですね、ここのところがグッと伸ばしたところで、そんなにスタイル悪くならないっていう、こういう部分もとても良かったと思います。はい。で、こちら先ほどね、パーツ並べてた時も自立しておりましたけど、こちら足ですね、そこの部分が結構広いので、大きなアクションポーズを取らせないんであれば自立させることができるぐらい結構ね、立たせやすくなっておりました。はい。で、この状態でちょっと不安であれば、先ほどもね置いてありました
こちらの支柱とクリップパーツと台座、これを使って立たせていきたいと思います。こちら台座に関しては2箇所穴が塞がっておりまして、ここのところを使いますよと。でこちらの塞がってる穴は蓋になってるんで、パチッと外してあげて、ね、ここに支柱を移すこともできるという形にはなっております。で支柱はとりあえず仮にここに取り付けて、先端部分ですね、ここのところにクリップパーツをつけますよ。説明書の方では爪ですね、この爪パーツがこう上になるように取り付けてあげて、あとボディをこう挟みますよ。ただこう挟むときにですね、尻尾の根元の部分とこの羽のところですね、これが微妙に干渉するっぽいので、これ爪逆にした方がもしかしたらいいかもしれないですね。こういう風に羽を回避しつつ、さらに尻尾回避してボディもしっかりギュッと挟めるってね。なのでこちらの方が私はいいと思います。はい、こういう風に支えることができますよと。で、あと足ですね、この辺の位置調整とか腰のひねりとかを調整してあげると、まあ、一応立たせることができるという感じです。ただどうしてもね、プラスチックのところに乗っける感じになってるんで、ここね滑ってしまうので気にはなると思いますが、ないよりはマシかなって感じかな。はい、一応こんな感じで立たせることができますよ。どうしてもね、こう支柱がここに来てしまうので、尻尾をねこうグッと跳ね上げたりとかね、そういう風にすると干渉してしまうので、この点は仕方がないポイントだと思いますけどね。まあこういう風に立たせることができますという形になっています。はい、では次に表情パーツいきたいと思いますが、付属の表情パーツが全部で3種類ですね。こちらとこちらとこちらという風になっております。一応今最後に紹介したこれをつけようと思いますけど、付け方自体は基本的に一緒ですね。先ほどちょっと外れておりました前髪パーツをここから一回抜きますよ。して今ついたやつを外しまして、選択した表情パーツをここにブスリと差し込みます。そして前髪を戻してあげると、これで交換は完了ということで、今まで紹介しましたフィギュアーツとかフィグマ、そんな感じで簡単に交換することができますよと。で表情パーツ交換とかいろいろやった時に、この羽の角度とかですね、これがちょっと変わったりとかするんで、まあその都度調整する必要性がありますが、まあこんな感じで変えることができると。悪くはないんじゃないかな。結構いい感じだと思います。では最後に小物系をちょっといきたいと思いますが、スイーツパクトに関しましては、以前もちょっとね、紹介しておりますんで、軽くやりたいと思いますが、こちらに関しては平手ですね。ここのところに突起がありますので、ここのところにこいつをブスリと差し込んで保持させますよと。その際、この蓋部分ですね。ここがしっかりと、まあ、固定されてるっていうわけではないので、ここを力かけた時にこうパキッといかないようにちょっと注意が必要ですよと。であとこちらのところをこのもう一個の手首パーツですね、こちらを使ってまあこうピッと当ててね、劇中で使ってたようなワンシーンを再現するために使用することができるパーツがついてきております。そしてレインボーリボンを持たせていきたいと思いますが、まあこちらのね手首パーツ意識見ていただくと分かる通り、武器持ちみたいな感じの物を持たせられる手首パーツというのがこれしかないので、まあこれを選択しますよと。そしてこちらのキュアパルフェ本体の方から手首パーツをここからプチンと抜くと、そしてこちらの物持ち用の手首パーツをここにつけますよと。で今簡単にね外すことができましたけど、こちらの手首ジョイント、引っ張った時に抵抗を感じたら無理に引っ張ってしまうと、こちらのジョイント壊す可能性がありますので、一度お湯か何かでね温めて抜きやすくしてあげた方がいいと思います。その後に他の手首パーツですね、これも差し込んだりして、あまりにもきついようだったら手首のジョイント側を軽く削ると。で例えばこちらのね物持ち用の手首だけきつい、他のやつはちょうどいいという形になった場合には、こちらの手首パーツ内側を軽く削ってあげると、そうしてあげた方が刺しやすくなると思います。またはこちらのところにね、シリコンスプレーちょっと拭いてあげて、抜き刺し、やりやすくしてあげた方が破損防止にもなりますね。はい。一応こういう風に武器持ちに変えましたら、付属のこちらですね、レインボーリボン。まあこれを持たせていきたいと思いますが、柄の部分をポンと抜くのはね、上を抜いて下から刺すとかね、そういうわけではなく、いつものパターンですね。手首パーツに強引にグイグイと差し込みますよと。その時に指ですね、これちょっと、潰す可能性があるんで、ちょっと広げ気味にして、こういう風に持たせてあげれば、まあ、なんとなく簡単に持つことができるかなと。はい。で、この状態でこれで折りではなく、付属のリボンパーツ。こちらですね、キラキラの。これをつけていきたいと思いますが、これに関しましては予備が1本ついてきておりますので、まあ、こちらをね、1本だけ基本的に使うようにすると。で、こちらをピロピロっとこう伸ばすことができるんで、まあ、伸ばして好きな形にすればいいですよと。そして、こちらの先端部分。まあ、どちらが先端でもいいんですけど、これをこちらのところにブスッと差し込むだけと。まあこういうのはね、エフェクトシートとか挟み込むようなね、そんな感じでブスッと差し込んであげれば OK ですよと。まあとりあえずビヨーンとなってますけど、こういう風につけることができるんで、あとはまあ動きに合わせたとかね、まあこんな感じで下げてあげるというか、いろいろ動きに合わせて調整することができる。これはいいですね。
もともとこうぐるっと巻いてるだけの固定のやつとか、まあ伸びてるやつ1本とかね、そういうわけではなく自由な形にできるというのはいいと思います。ただ何かの衝撃でこれがね常にビヨン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 しちゃう可能性がありますので、こういうふうに自由に調整できるタイプのものと、例えば専用ポーズ用の固定のものっていうのが一種類ずつ付属しているのも、それはそれで良かったような気がしますね。一応こういう風にグニャーンってやってしまうと、最初に梱包されてたこの状態、この輪っかの状態にすることがちょっと厳しいかなと思いますんでね、一応2種類ぐらいあっても良かったようなね気がしましたね。はい、ということで今回はですね、 SH フィギュアーズのキュアパルフェ、これをね紹介していきましたけど、いかがだったでしょうかね。こちらに関しましては魂ウェブ商店受注生産品ということで、今簡単にねお店に行ってパッと買えるようなものではありませんが、造形とかはとても良かったかなと。あと手持ちのこちらのねレインボーリボンのこの自由に動かせるこういうタイプっていうのと、表情パーツの作りとかね、基本的な可動範囲、そちらに関してはとても良かったと思います。あと後ろ髪、こちらねやっぱり中空ということで動かしやすくね、跳ね上げても後ろの跳ねと干渉しないとかね、そういう部分の可動に関しては結構ね考えられてるとかね、とても良かったと思います。ただどうしてもボディのこの辺と股関節がね異常に緩くてですね、先ほどちょっとやりましたけど、下半身を持ってボディをこうクッとひねってパッと離すと、後ろの髪の毛の自由でくるんと回ってしまうぐらいね、ボディがちょっと緩かったんで、この辺ですね、それがもうちょっと渋くてね、ポーズの方が保持しやすいような、それぐらいの粘り気があるよね、そういうような形だったらより良かったかなと感じましたけど、これ自体はねとても良かったと思います。はい、一応このシリーズもあともうちょいで終わると思いますよね。最終的にまた全て揃いましたら一気にお見せしたいと思っております。はい、ということで次回ですね、次回はロボット魂をね紹介したいと思いますが、今まで紹介してきたモビルスーツのまたバリエーション機という形になっておりますけど、まあこれはこれでありなのかなというやつですね。はい、それを紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。